皆さんこんにちは。本日ここに C11325 蒸気機関車のラストランを迎えることになりました。 SL 協議会は平成6年3月から SL の運行開始をいたしております。本日ラストランを迎えた C11325 蒸気機関車は平成11年11月から運行を開始し、県内外から多くのお客様を迎えて地域の活性化に貢献するという役割を果たしてまいりました。21年間の長きにわたり真岡県沿線の観光のシンボルとしてこの日を迎えました。この C11325 の真岡線での運行は終わりますが、蒸気機関車による子どもたちへの夢とロマンを与えたその思いはこれからも受け継がれてまいります。今後 C1266 蒸気機関車一大体制の運行になりますが、この C12 型運行している路線は日本国内で何度もご挨拶をさせていただきます。長い間ご愛顧ありがとうございました。どうぞお願いいたします。間もなく出発となります。出発の合図は一度の投票が行います。